はい、それではクルーズ TV 東雲カンパニーライブ TV アフタートークスタートです。イエーイ。はい、というわけでそれでは、自己紹介よろしくお願いします。はい、みんなと言います。はい、みやたなです。はい、はい、松田よしきです。はい、東雲玲香です。この以上4名でお届けします。よろしくお願いします。はい、というわけで最初にですね、YouTube をご覧になっている皆様、このチャンネルでは週3日から4日、この番組以外にも多数の番組を制作配信しておりますので、もしよろしければ YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録、いいねボタン、ベル、通知設定をしていただいて、チャンネルの盛り上げにご協力ください。というわけでね、フリートークなんですけども、なんか話したいことありますか？ええ、いや、なんかね、本当になんかこう、まあ、皆様はさ、ずっとこの番組長いじゃんか、いろいろ出てくれてると思うんだけど、今回初めましてなんですよね。そうですね、はい、初めましてなので、確かになんだろう、すごいなんか回を重ねるごとに、なんか結構最近初めましての人も出てくれるようになってるんだけど、うん、なんかすごい化学変化が面白いなっていうふうに思ってて、確かに、そう、なんかね、予想外なこと、すごく予想外なことを言ってきてくれるからなんかなんだろう、予想外なことを、普通は予想外なことをこう正しい道に戻すことで笑いが生まれるじゃないですか。予想外なことが予想外に転がって予想外な人がまた予想外なことを言うから、もうどこに散らばっていたのかわからなくなるっていうのが、その東雲カンパニーライブ TV の特徴というか。確かに、確かにじゃないの確かにじゃないのよ。そっち側になってるなんか今日はこっち側にいれそうだな。いや、そうそうだね。そう、だからなんか本当に今日のなんか番組見てくれた人がこれ見てたらそうだなって思うかもしれないですけど、本当になんか東雲カンパニーライブ TV1 回目とからへんを見てほしいんですけど、その時はなんかリナサナがなんか全てをかき乱し、はぁみたいな感じだったんですよ。やったったみたいな感じで、なんかそうだったんだけど、なんか結構なんか今はもう逆になんかリナサナちゃんがなんかちょっと初めて来たゲストの人をなんか戻そうとしてるから、待ってと思って、お姉ちゃんになってるって。いや、先輩ずらしちゃう？もしかして。そう。老舗なんでね。老舗ですね。そうですよ。この番組なんと18回目なんですけど、ね、クルーズ TV 内である番組の中で一番、そう、うん、継続しちゃった。一番継続しちゃった番組。継続 しちゃった番組なんですよね。していただいてる番組。そう、していただいてる番組なんですけど。そう、でもなんかこうね、回を重ねるごとにこう、ね、こう、固定で見に来てくれる人も増え、でね、なんかそういうすごく嬉しい限りなんですけど、やっぱこの後も多分大喜利をしていくんだよね、多分。え？怖い怖い。え、多分大喜利が多いと思うんだよ。あ、今後ね。19回、20回。20回は何かやろう。何かやりたい。20回は何かやりたい。なんかやろう。いや、なんか、本当に。アニバーサリーだからね。そうだね。なんかよくわからないけど、もうなんか東雲カンパニーライブ TV 自体がもうなんか多分だけど、大喜利の番組で認知されてるよね。もう多分だけど。なんで？そうですね。そうですね。そうですね。絶対。嫌ですね。いや、すごいじゃん。すごい断っていくじゃん。18回で作り上げたものをぶち壊しに。まあまあ、カードゲームもね、すごい恐怖が訪れるけどね、最後に。恐怖が訪れる。最後に、ね。恐怖が訪れるけども。そう。いや、でも本当になんかちょっと嬉しいよね、うん、こう長々とこうやってくれるのって本当に、ね、すごいわ。すごいね。今回さ、録画が今回20分間フリートークあるんですけどね、今みんな皆さん今見てびっくりしたんだけど、20分って何？頑張ってください。いつも10分じゃん。いつも10分なのに、え、まだ5分しか経ってない。15分から20分か。すごいね、いつもだったらすぐ終わるんだけど、今日中身のない会話が続きます、こっから。中身のない会話が。もうね。いいじゃん、みんなご飯タイムにいいんじゃない？あ、確かに。ご飯を食べながら見てもらって。あと、準備中にいいんじゃない？うん。準備中に、ね。なんか喋ってんなーみたいな。ラジオ喋ってんなーって。CM かな、この番組。長めの。CM、長めの CM。ショッピング番組みたいな。だいぶ飛ばされるだろうけどね、これ。ポン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 。出さねえぞ。やばいな。いや、なんかでも、でも近況か。近況、マジで私の近況で言うと、うん、それこそ初めてってなると、なんかその、初めて関連で思い出したのは、今その渋劇の舞台の稽古が始まってるんですけど、やっぱアイドル劇なので、
舞台はやったことないアイドルさんとかもいらっしゃって、うん、なんかそのためのワークショップみたいな感じなんですよ、稽古じゃなくて。まだ本当に台本が届いてないくて、でなんかこの前2人1組でなんか男の人と女の人のなんか痴話喧嘩みたいなのをやったんだけど、私がなんかやっぱ身長も高かったので男の人やってくださいって言われてやったんだけど、なんかあのすごい何組も見るじゃん。なんかもうどう考えても一番さ、私の仕草が男っぽいのよ。いやだからなんかみんな可愛いなって思って、やっぱアイドルって外から見るとやっぱアイドルだなと思った。そう、なんか自分はもうアイドル、元アイドルだけど、まあ、まだちょっと抜けてないところもあると思うけど、うん、だいぶもう映像の業界というか、ちょっと違うところでお仕事してるので、なんか多分皆さんの一般的感覚から言うと、芸能界っていることがもうひとまとめに同じ仕事に見えると思うんですけど、大きく分かれると、モデル、アイドル、女優って、信じられないぐらい仕事違うんですよ、うん、だから本当に合わない、うん、合わないし、あ、合わないってそういう合わないじゃないよ、ミートの方、違う、ミートの方、ミートの方、そう、合わないですよ。だからなんか全然分からなくなってて、でなんかやっぱりそのなんだろうな、面白いなってミート引きずっちゃったね。いやもう頭いいアピールだなと思っています。あ、大丈夫、続けて。そう、やばいわ本当に。続けてって続けようって。舞台とか出てるんですよね。はい、出てます。舞台、僕は、うん、どんな舞台に出てるんですか。僕はその先日出たのは二人芝居の舞台なんですよ。二人芝居、めっちゃ難しそう、うん、いや本当にそのなんかその二人芝居のやつがあって、そのたまたまその応募があって、応募っていうか常にずっと募集してる作品なんですけど、どんな芝居なんですか、どういう。本当にいろいろです。いろいろ、まあなんかお客さんがそれを見てる、まあお客さん、まあその作品がいろいろあるんですよ、うん、まあ、シリアスなやつやったり、うん、コメディーなやつだったり、うんうん、僕この前やったんが、この前っていうか、まあ一番印象残ってるのはその劇中でなんか漫才、うん、長いな前置きが、すいません本当に劇中で漫才をするっていう流れみたいな、コメディー中なんね、うん、今までのところで2人でやってる以上のなんか状況が全くつかめへんくて、やったことない。いやでも漫才をやったんですよ。漫才みたいなものがあったりとか、うちのそのワニーズ2人芝居っていうその団体さんなんですけど、参加してる、もう漫才率がめちゃくちゃ多いっていう。あでも漫才はでも本当になんか演技とかのなんか勉強とかをすると、泣くとか泣かせるとか感動、まあか、うん、させるとか怒る感情をなんか見てもらってる皆さんに伝えるのより一番難しいのが笑ってもらうことっていうのは結構難しいです。そう。その時はピンクのベストを着てやった。いや違います。それは違います。あ、違う。僕のその時の役は引きこもりの役です。あ、引きこもりの役をやったんですね。春日さん。春日さん。まあ言われます。一発目から言われてます。あ、あ、うーん。だから。あ、確かに。いや、なるほどね。あ、そうなんだ。漫才、漫才ね。ここでもう本当に、ね、女子会になってるんですよね。多分ここから壁、多分カフェだと思ってる、ここは。いやいや、レイカが一歩こっちに寄ってきたね。気になったんよ。どんどん一人で喋ってる時、どう地味にこっちに寄ってきて、ちゃんと聞かなきゃなと思って。そうそうそう、そのまあでも漫才大変ですよね、本当に大変、うん、どういった。あ、自分は演劇はやってないんですけど、ごめんなさいごめんなさい、歌の活動。あ、そうだそうだ、歌なんですね、はい、あ、さっき言ってた、どこでしたっけ。あ、なんかそこら辺のお店なんですけど、そこら辺のお店か、そこら辺のお店か、なんかそこら辺とかでちょっとなんか、あ、歌ってやるか、あ、そこら辺で、あそこら辺に行けばいるかな。シンガーソングライターさんなんですか。シンガーソングライターではなくて、ただの歌手なんですよ。あ、そうなんですね。おー、すごい。銀座のね、オールディーバー。おー、すごい。で、歌手をやられてる。多分ね、なんかドレスみたいなの着てる。うえ、ディナーショーみたいな。あ、すごい。ドレスではないらしいです。そうです。でもそんな感じです。
うん、でもなんか一人で歌い切るのってめっちゃ大変だなって思いますけどね、本当になんかアイドルやってた時って歌わりが決まってるのでどうにか歌えるんですけど、うん、まあ踊ってるのはあるけど、うんうん、でも一曲歌うのってかなりきついんですよね。あとなんかこう舞台の上とかだと照明とか焚かれて酸素がまず薄いし、はい、熱いんですよ。で、あとなんか結構人前とかステージ衣装ってそもそも歌うのに適してないというか、あなので結構そうきつかったりとか、聞いてる側からは想像以上にじゃあ大変、割と大変なイメージですね。あとスモークとか炊いたりしてめちゃくちゃ大変ですもんね、スモークとか。あだからなんかすいません、ほんとすいません、あースモークスモークは本当に大敵です。正直なんか雰囲気はよく見えるんですけど、めちゃくちゃ酸欠になるし、うん、結構あれで一酸化炭素中毒的なのになってくらって、なんかありがとうございましたってそのままこう吐ける時に、その吐ける時って大体こうちょっと階段があるんですけど、 あれ階段滑り落ちていくアイドルはめっちゃ多い。いやいや、やばいマジで、うん、マイク置けないもん。そうそうそうですね、大体ここにマイクを置くそのボックスがあるんですけど、ボックス置こうと思ってふってやるとそこの抜けた力にそのままあの体引っ張られて階段ガーッとあの滑り落ちていくっていうのは結構ありますね。なんか本当にあるあるだから、対バンとかだとひどいところになってくると、ちょっと無線現場、無線というかそのたまにあのチケットがないで入れるイベントがあるんですよ。そうするとファンの方すごく来るので、そうですね、グループなんか本当にでもライブハウスの許容人数を超えて入ってしまう時があって、あファンの人も気持ち悪くなっちゃう時あるし、ああいう時は本当にちょっと信じられないぐらい、もうマイグループがもうマイグループがちょっともうとか、ちょっとだいぶひどすぎる場合、そのマネージャーさんが例えば20分のまあ分数とか自分たちの出番をもらえたら大体4曲いけるんですよね。25分だったら絶対4曲いけるんですよ、 MC 入れたら。なんですけど、まあ、そういう場合はCD 何個か持ってるんですけど、セトリ的に3曲入ってるやつをわざと入れて渡して PA さんに渡して3曲にして MC 長めにしても歌わせないっていう方向性をこう取る運営さんもいたりします、ね、へーすごい。そう、本当にまあそのアイドルっていうか、いろんなライブハウスを回るアイドルって1週間で何個もライブがあるので、あそうですよね、割とその、まあ、そのメジャーさんとかだと一つのワンマンに向けてガーって突き進む形だと思うんですけど、結構こうなんか数をそれなりにこなしていかなきゃいけないので、スタミナは結構大事で、大変す、このライブはダンスやめにしようとかあります。たまにありますね、そういう判断もありますね。お客さんがでももしかしたら倒れてる方いっぱいいるかもしれないですね。あでも多分本当に無線とかの現場とかだと、私も何回かライブハウスの前に救急車が来たりとかいうのを見たことがあります。本当にそうなんですね。なんかあれ結構きついよね。なんか新木場とかの大きいイベントってなんか入退場ができないイベントとかがあって、もうファンの方は中でずっともう言ったら牢屋なんじゃないか、動けないでもそうそうそう、耐久戦みたいな。でも1日のチケット高いんですよ、いろんなアイドルがいろんなステージやってるから、出るわけにはいかんと推しので、そんな時にかぶかそんな時にもうそんな時に推しのグループがなぜか早朝一発目のステージをやってから、その次の出番がなぜかまたなんか小さいステージの夜みたいな、あー知ってる、鳥ですとか言ってるけど、そこのステージはめっちゃちっちゃいメインステージすごいなんか大きいグループがやるから、そっちにファンが持っていかれてしまうので、やっぱりそのいてあげなきゃって思ってくれるファンの方が多いので、まあ、意地でも出るわけにはいかんとで私たちもこう真ん中の時間一生懸命ビラ配りをするわけですよ。たくさん来てください、来てください、最後まで残ってくださいってやるんですけど、もうその時に目をするのは自分の押してくれてるファンの人たちの地獄絵図みたいな休憩もう夏とか本当にやばいんですよ、本当にもういやなんかしかも持ち込みとかがあんまできなかったりとかすると、そうそう食べ物とか飲み物とか、なんか一応屋台はあるんですけど、お祭り感覚の屋台なんで、なんて言うんだろう、エネルギー補給がそこまでできない、揚げ物スパゲッティドンドンみたいな感じだから、なんか結構
お酒もありますね。だからまだいける。ノンアタッシュ。あのね、だからこういうタイプの人がなんか調子乗ってお酒を飲んで、違う知らないグループのオタクの方と喧嘩して問題になって退出退場させられてるっていう。そういうタイプです。いやそれ。いやでも夏はね、いろんなイベントともとっても楽しいと思うので、そうなんかこれからも楽しみだなと思うんですけど。そうそうそう、まあでもそうですね、アイドルの時はいろいろ事件があってやっぱ面白いですね。昔クラブとかに行ってる時代があったんですよね。その時はやっぱり500人のキャパのところに700人とか入ってると、やっぱりそう本当に息できない息できないですよね。なんか本当にそのあの黒い系のライブハウスとかだと上雲みたいなできてません、蒸気みたいな、人の熱みたいな、エアコンも全然効かない、そう、みんなびしゃびしゃだし、ちょっとあんまりこう触んないみたいな感じで、いやでも伝説があって、はい、本当に夏でエアコンが壊れて普通はもうやらない方がいいんじゃないかみたいなライブハウスで私たちが対バンやった時あって、その時しかもなんかまあ安いチケット代が安くて結構誰でも入りやすいイベントだったので、しかも土日でなんかものすごい人が来て、でちょっと今はナイキ秋地下っていうライブハウスなんですけど、すごいちっちゃいんですよ、はい、でしかも地下なんですよ、もともと空気もそんなないっていう形でエアコンも壊れてたので、一部二部あったのかな、で二部の時に上から人の熱で雨降ってきました。人の熱で雨降る、もう垂れてきて、そうですそうです、その時はほんまにやめたろかなと思いました。ほんまにやめたろかなと思ってましたね。もう一部と二部の間、大学の課題しながら、お母さんにマジで無理かもしれんっつって。もう無理かもしれんわ、うちみたいなこと言って。いや、そりゃそうなるよ。そう言ってましたね。結露みたいなので、垂れてきちゃってるというか、そうです、そうです。本当に人の。換気扇つけないでお風呂入った時みたいな。いや、そうです。人の熱気というか蒸気で。いや、だからやっぱりでもまあ、良くも悪くもやっぱアイドルの時にそういうハングリーな現場。まあ、ハードな。そうです、結構現場を経験してるおかげで今も映像の現場どこ行っても別にまあ何とも思わないっていうのはありがたいことかなと思うんですけどね。そう、まあまあでもまあその経験が糧になってるんですね。そうですね、なんか本当に苦労した方がいいなと思います。本当にいやもう耐えられるよ、いろいろな人に対応できるように。大喜利に繋がってるのかもしれないですね。素晴らしい。大喜利がでもできる番組ってやっぱり大喜利がね本当にできるか、大喜利ができてなくても耐えられるかっていう、そのどっちかだと思うんですよ。確かに、なるほど、耐えれてます。でもじゃあ篠宮さんがね全部回収してくれるから、俺の仕事じゃねえみたいな感じですごいね。最近ね書くのも早いし、ああ早い早い、はいはい、でも焦った今日、はい、もう書くの。しかもその書いた出来栄えもいいじゃん。そう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 、ありがとうございます。ああびっくり。なので篠宮さんが書いたテロップっていうか紙が欲しい方は、コメント欄にね、はい、いらないでしょ。だとしたら裏紙やめな。すごい透けてるからね、はい、裏紙ですからね。焦ったもん、はい、これに書いて大丈夫かな。だから一回本当におかしなこと起きた時があって、これパネルがあるじゃないですか、はい、でこれ台本なんですよね、はい、でこれ台本の下にこう書く紙を用意してくださってるんですけど、この書く紙ちょっと余り紙の時があるので違う番組の台本の時があるんですよ。あらー、あるあるなんですけど、大喜利で白紙の方を書いてて、よし台本に戻りますってなった時に、後ろで台本どこにあったかなってペラペラってめくってて、で、ここやと思って見て、なんとかかんとかって言ってたんですけど、その読んでる下のなんかところに、私の篠原カンパニーライブ TV じゃなくて違う番組があって、やっちゃったよと思いましたね、本当に。あれあれ、まあ、最後のトークだったんで、まあそんなに違いないんで、まあ、あれなんですけど、あれいつもとちょっと文面違うなと思ったら、違う台本読んでたってなってた時ありましたね。だからこれはちょっとね、気をつけながらやってますけど。はい、というわけでね、お時間来たんで、耐えた耐えたぞ耐えたぞはい、今日も見てくださった皆さんありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございました。初めての方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も見に来てくれて、はい、現地にもね、見に来れるので、ぜひ見に来てください。というわけで、それでは、バイバーイ。バイバーイ。
何怖っ